はい、というわけで、昨日からね、昨日の8時からやってきて、はい、もうこの時間今ね、6時もう7時です、あ、6時です、はい、6時6時にもうなりました、なりました、はい、はい、なりましたね、ちょうど今6時になりまして、開けて6時になりましたね、あと2時間、いやいやいや、あっという間ですね、あっという間でしたね、うん、なんか一番朝方が一番こっから長えなって思う本当長かった感じだけど、あっという間でしたね。そう思うとちょっと切な寂しいところがありますけれども、はい、まあイベントはね、なんかこうここで結果が出るうわ今日でやってきた5教科の最終科目数学が、はい、ありますありますか。天の声さんがね、もう一生懸命作ってくれたんでね、いやー、数学に関してはもう、はい、数字を見るのが嫌で、はい、さあでは第1問よろしくお願いします。はい、でれん、次の計算をしなさい、はい、1たす1は、はい、はい、いや、合ってるかな、かけたら OK 言ってくださいね、はい、いいですか、はい、旦那は、あ、OK です。さあ、では、今順位が並んでます。僕と今なったから、はい、はい、上げていきましょうか、はい、ここ多分間違える人いないと思うんですよ。間違える人いないですね。1たす1、1たす1ですよ、はい、田んぼの田はなしですよ。そうですね、はい、さあ、ということで一斉にオープンしていきましょう、はい、せーの、ドン。あれ？ボケない。あのミッフィーはどうしたんですか？ミッフィーは。お口ミッフィーは。ちょっとこう顔っぽいかな。あ、なるほど。一足す一はミッフィー。ミッフィー。ということで、あ、僕以外正解ですか？はい、はい、そうですね。はい、あの一応答え聞きましょう。はい、答えは2です。あ、はい、どうもありがとうございます。ちょっと遊び心でちょっと。いや、これで。正直言うと、全員イーブンに戻りました。並びましたね。並びましたんで、こっからが勝負です。どっち路線で攻めるかは、あなた次第。そう、まあ、ボケるもよし、はい、こっからね、うん、はい、こっからね、真面目に行きましょう、はい、じゃあ、第2問に行きます。はい、はい、デリン、デリン、6.79-0.8 は、またまたまた、もう一回、はい、6.79-0.8 は、もう一回行きましょう。ちょっと待って、俺、ちょっと頭悪くなったかな。おっと、おっと、おっと、どうしました頭悪くなったかな。ちょっと待って、これね、あの、意外と小数点の計算覚えてないとやりにくかったりしますからね。うん、どうするんだっけみたいな。だんだんできました。あ、俺間違ってんじゃん。旦那できました。分かってんじゃん。やり直しじゃん、計算。旦那さんもできました。はい、僕もできました。じゃあ旦那が終われば発表したいと思います。はい、はい、できました。ということで、まあ、じゃあ最後にできた旦那から、はい、いきます。パスン、 5.99。 おーい、じゃあ、タモ様。はい、同じく 5.99。 おい、僕も 5.99。 おー、さあ、答えは、はい、答えは 5.99 です。なるほど。おー、バフバフ、旦那がどう間違えたかすごい知りたい、うん、俺ね、あとで話します。さあ、3問目でございます。まあ、いいとこで今勝負になってますよ、うん、3問目お願いします。はい、
三角形の面積を出す計算式を書きなさい。三角形の面積ね。はい。さあ、できましたでしょうか。はい、では、じゃあ逆から僕からいきますか。はい、はい、どうも、はい、一応図解も書いておきましたよ。底辺×高さ割る2、はい、底辺×高さ割る2ですね。このままだと四角になっちゃって、うん、はい、では、タノ様。はい、まあ、同じく、ね、底辺×高さ割る2。なんで底辺、底辺 YouTuber かける最後の割は マクロスですね、これ、はい、マクロス、マクロスゼルタ、うん、よくわかりました。さすがです。じゃあ旦那。はい、はい、もう一緒です。底辺かける高さ割る2。はい、はい、ということです。はい、答えは、はい、ベベンベベン、底辺かける高さ割る2、皆さん正解です。イエーイ、イエーイ。さあさあさあ、横一列できました。誰もボケることはないんですね、これをいくと。これか、ボケたもん。いや、それを言うと僕は英語でいっぱいボケましたから。さあ、4問目でございますね。じゃあ4問目、準備よろしいでしょうか。あと2問ですね。お待ちください。はい、あと2問でございますよ。んこのあと2問、うん、間違えるとドキドキですよね。いきます。はい、はい、長いです。長い、いいの。90円の鉛筆と110円のボールペン合わせて19本で1870円。鉛筆は何本か。うん、間違った。どう。これ、あれ、俺計算できてない。これはなかなか深いぞ。深い、深いですね。あ、ちょっと、で、何を出せるんだっけ、最終的に。鉛筆は何本か。鉛筆は何本か。はい、はい、できました。はい、やべえ、俺できないかもしれない。貝なし、貝なしよいしょ。難しく考えすぎなのか。すまんよ、まじ。これ、あまりにも長くなっていいです。長いですね。あと30秒ぐらいにしますか。マジか。ちょっとできたからっていうのをやる。あ、問題の長さのことじゃなくて。あ、うん、あの、待ち時間が長くないですか。あ、みんなの考える時間ですか。うん、ないですね。俺も考えるの長かったし、みんなもこれプラスで考えてるでしょ。ちょっと長いかなって、尺上。大丈夫ですか。大丈夫ですか。なんとなく出そうですか。これはですね、出ないな。どっから考えればね。じゃあ、あと1分待ちましょうか。1分、考えてもわかんない、いいよ。いや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 、諦めに入りましたね。実はそこで引っ掛けなのかもしれないですよ。今旦那がこれなのに、いや、ここは面白く行こっかなみたいなね、なんでそういうところはあるから。返事がない。ただの仕掛かれのようだ。こういう、こういう、うん、うまい。こ
これね、気づくとすっごい簡単な問題ですよ。うん、5、4、3、2、1、0。多分きっと、僕もそうですが、トータル3分以上考えてます、これ。多分それぐらいかかってますよね。きっとそうですね。長さ的には結構長いです。分かんない。なので、もう切りましょう、これは。さすがに、ちょっと、ビデオの尺ない、もう。サブローね。はい。ということで、じゃあ、諦めの早かった旦那から、行きましょう。行きます。はい。分かんねえ、マジで。なんで書いたの、なんで書いたの。分かんねえ、マジで。マジで。うん、素直でしょ。素直、ね、うん、これ潔いですね。男らしくね、やっぱね、ダメですよ、みんな考えたらダメですよ。じゃあタマ様、はい、途中までね、多分数式的にはこうだと思うんですよ。90x プラス 110×y、うん、ね、うん、イコール1870、うんうん、っていうことですね、うん、で、この x と y を足した数が19だと、うん、イコール19です、うん、あ、これ連立方程式方程式分かんないけど、こういうことだと思うんですよ、うん、で、そこから進まなかったの、うん、解を求めませんでした。はい、なので、こういうことだと思います。はい、はい、大丈夫でしょうか。はい、鉛筆はですね、12本なんですよ。12本です。これですね、あの簡単な掛け算でできるんですよ。おぉ、どうだ。1870円なんですよ、うん、で、1100円なんで、うん、とりあえずここの桁を70にしちゃえばいいんですよ。だんだん7かけちゃえばいいんですよ。7かけると770円なんですよ。残り何本ですか。12本ですよ。かけたらなったんですよ。はい、12本。これはそういう考え方で合ってるけど、うん、そういう求め方ではないよね。求め方ではないよね。違うよね、多分ね、うん。数式がありますよね、これね。ないですか。じゃないのか。あります。ありますね、ありますね、はい、ありますよね。答えは。答えは。答えはこれ。私が書いたのか忘れちゃったんですけど、11本です。結果間違った。結果間違った。はい、9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 
19-8 って11で合ってますよね。うん、合ってる。うん、11本です。あれ、なんで俺ここじゃ間違えた？ 19-8？ その8がどっから出てるの？はい、説明しますと、はい、19本全部が鉛筆なら、はいはい、90×19 で1710円、はい、1本ボールペンに置き換えると、はい、全体の値段は 110-90、イコール20円高くなる。うん、何本がボールペンなのかを求めるには、うん、全体の値段の差をボールペンと鉛筆の差で割って1870-1710円イコール160円、160円割る20円。ちょっと早すぎて分かんない早すぎて、はい、1870円引く1870円引く1710イコール160、はい、160割る20円高くなるっていう20で8で8で19本、うんうん、引く8で11とのことです。はあ、分かんない。分かんないよね。分かんないよね。数式あると思った。出たわ、出たわ、出ました。11だわ、11出ましたこれ、なんでどこで間違ったんだ、明日、うん、計算どっかで間違ったか、そういう考え方。全員不正解でございます。そう、とりあえずいくら考えたところでアウトでした。みや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 み
間違えてましたね。絶対方程式あると思ったよ、これなかった。ガリオだったらこれね、11で出てます、はい、さあ、最終問題でございます、はいはい、ちょっと長い多分テイクになってると思うんで、はい、できるだけ完璧的にいっきようと思います、はい、では最終問題お願いします。ラストです、うん、はい、台形の面積を出す計算式を書きなさい。はぁ、忘れてるんですかね。あ、何だったっけ、台形。あ、思い出せないや。わかりますか。あ、待てよ、でもこれ合ってるか、本当に。書いちゃったから。あ、そうか、うん、分かってるね。結構複雑。いや、習ったことあると思いますよ、みんな。思い出せれば思い出すと思いますよ。聞いたことあると思いますよ。あ、待ち、この分をどうやって戻ってたんだっけ。できるかな、できるかな、はてはてほほ、はてふふん、できるかな、じゃなくてやるんだよ。なるほど。深い。あるんだよ、なんか、ね、あるんだよ。こうやってノッポさんが持ってる。ノッポさん持ってるね。そうなんですか。できるかなじゃねえ。やるんだよ。ノッポさん知ってるんですけど、そんなこと言ってましたっけ。言ってないよ、言ってないよ、言ってないよ、言ってないよ。よあるの、そういう可能は。そうなの、うん、ホラーがあるんですね。そうなんですか。なんだろう、だんだん分かった。分かりましたよ、僕は。本当、なんでなんで、わかるから。なんで、いや、でね、なんだっけ。いや、ほんと単純なんだけど、多分単純なんだけど、シンキングタイム。よし、これだ。はい、はい、では誰から行きましょうか。全員並んでるんで、今。はい、これじゃあもう一斉にオープンしましょう。はい、わかりました。一斉にオープンして、はい、答えを出しましょう。はい、せーの、ドン。はい、じゃあ全員同じだ。あ、もう底辺だね。底辺生主、底辺生主、上辺金持ちね、足すで、かける高さ割に。ちょっと俺も辺しか書かなかったから、あ、やべ、ちい辺じゃねえと思って。高ささに見えた。高ささに、高さ割る2でございます、うん、はい、全員これ並んでしまいました、はい、さあ答えは、はい、いきます。はい、カッコ上底プラス下底カッコ閉じかける高さ割る2。あ、カッコ入れるんだ。カッコ入れるんだ。かけるだから、そうだ、先にかけるの方になっちゃうんだ、このままだと。全員不正解です。上底、上底、ありがとうございました。上底の底って何て言う、あの、ほどっていう字、上底、そこっていう字です。そこでいい。あ、はい、あれも上辺だったような感じだな、格好で。いや、失敗した。こうかー。うわー、そうだー、マジかー。計算上違うんだよ、はい、ということで、はい、結果発表の方に参りたいと思います。はい、はい、5教科5問ずつ、こう25ですか。はいはい、というわけで結果、はい、全5教科5問でトータル25問中全員12問正解ということで、おかえりなさい。おかえりなさいませ。ぴったり皆さん同じ、はい、12問でした。はい、はい、何のうちも近く。もうちょっと時間も時間なんで、うん、罰ゲームで全員4滴ずつ入れて飲みましょう。ああ、潔く、これで割ってって中にも、はい、中の3滴ずつ割るっていう、はい、私も飲みます。おっと、さあ元気よく皆さん
よろしいですか。はい、じゃあもういきますよ。はい、それではおバカでした。はい、お疲れ様でした。まずかなっていうか、まずあ、まだ大丈夫です。まずあ、美味しくない、美味しくない、まずいよ、辛いけど全然トマトジュースだと合いますね。うん、逆に。あー、美味しくない、本当に、うん、あー、本当ですね。もはや僕たち、うん、アカデンなんですよ。うん、それはアカデンか。受験したら僕ら受からないんですよ。うん、あー、悲しい。有名中学は無理ですね。うん、楽しかったね。まあ、ちょっとね、これ なかなかやる機会ないと思う。ねえ、社会人になったら、うん、皆さんもぜひやってみてください。うん、それでは皆様、またね、またね。やるのかな、じゃねえ、やるんだよ。